T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。ハード2回目の今回は、こんなシャドウを使っていきます。装備は前回のまま。そしてシャドウはこれらです。一番最初に手に入れたやつだね。前回使うべきでしたね。ちょっと失敗。最初は敵も弱いし、こちらも弱めのシャドウを使うべきでした。で、そうか。鍵がかかってたんだった。離さないつもりだったのに。あら、いらっしゃい。初めてですから、お願いします。シャードが欲しかったのね。あ、これを渡すのを忘れていましたわ。それそれ。わかったわ。それと、皆さんは、できるは、それで大丈夫で。本当はいい人だと信じたい。そうね。リンジーさん。聞いておくれよ。化け物たちが突然襲ってきたんだ。仕事は私の旦那の弔いさ、ぶっ殺しておくれ。ありがとうございます。なぜお礼。他の方にも挨拶してこようかな。うちの畑から化け物が消えて助かったよ。大勢の人が殺されたわ。もともとは明るい人だったと信じたい。物静かな人だった気はするけどね。しかしクエストもなかったことになってるのか。このシャードですね。最初のシャードだけあって威力は低めですが、MP 消費が低く、連発しやすいです。まあ当然ワープはできないよな。威力は低いとはいえ、この辺の敵は一撃だな。十分強いね。ここはやはり時間だったか。あ、届かない。二段ジャンプやハイジャンプがないだけで、こんなに不便になるんですね。壊すにはあの高さが必要なのか。そしてここにコイン。序盤ではかなり貴重なものでした。高額だからね。そうそう、右上にもアイテムがあったな。よし、届いた。つい見てますが、まあ変化はないですよね。ちゃんと取ったことになってるし、もう本棚はチェックしなくてもいいかな。そうね。この上、こんなところにも。あ、失敗。どうしたの？あそこにもアイテムがあるんですよ。いろいろ探索している時に見つけてました。ほら、ここ。マジ？さすがに初見では見つけられませんよね。私もたまたまここでハイジャンプとダッシュで、
飛び回ってたら偶然発見したのです。なるほど。エントランスとかでないんだな。ちょっと寂しい。そういえばそうね、2周目は出ないのか。あれ、コンピューターって？ハードで追加されたのか前からいたのか、いまいち覚えてないからわかりません。まあどちらにしても敵が多くなってますね。レベルのせいでいまいちわかりにくいけど強くもなってるのよね。多分そうだと思います。ほら、引き継ぎなしのハードは。ああそうか、すぐやられてたもんね。本来かなり厳しい配置ですね。レベルが低め得点するだろうね。そしてここか。当然ブラッドスティールもなくなってるので血を吸うことはできません。残念だね。あの方を倒すまでは我慢しましょう。上から行くか。そしてそろそろもう一個のシャードも使おう。これですね。我が呼びかけに応じ。面白い。我が呼びかけに応じよ。行け。跳ね返るので狭いところの方が強いかも。下はセーブだからいいか。おじいちゃん、術を施していたのね。そういうことだったのでしょう。まさかミリアムか。アルフレッド、なぜお前がここに。これも心配だったからこそのセリフか。バカで姫、余計なことを。言い方がきついから誤解されるんですよね。内心焦ってたんだと思うよ。そうかもしれませんね。心配だからの一言さえあれば。敵対してるようにしか聞こえないもんね。奴のことはドミニクに。それはやめて。この時点では信用してるから仕方ないよ。そこ。全然当たらない。一人。行け。そこ。ほんとですね。向きさえ合ってれば強いかも。そこ、我が呼びかけに応じよ。またフリーズ、怖いな。我が呼びかけに応じよ。行け。そして同じ敵だからややこしいね。まあだからこそこれを選んだというのはあります。そうなのか。当然鍵もないよな。我が呼びかけに応じよ。しとれ。そこ。あ、そうだった。これまだ移動できないじゃん。敵を残しておかないとダメだったね。まあいいや。お嬢ちゃん乗りたいのかい。乗せてくれるの？いいところへ連れてってあげよう。
見るからに怪しいのに。なぜ乗ろうとするのかミリアム。危機感はないよね。そういえばダッシュならいけそう。少し足りない感じだったよ。少しなら足の技で飛んでいけるのです。後で試してみよう。よっ、はい、おいでひどい弱肉強食。それも世の定めなのです。大丈夫、私もカレーに入ったことありますから。よりによって隠しボスの後にね。あの時はさすがに笑っちゃいました。泣き笑いですが、あまりにもスポット入ったからね。こうやって飛べるのです。で、モアイみたいな岩が邪魔。どちらにしても無理なのか。さすがに行けちゃったら困るもんね。対策はされてるか。これ、グレモリーですもんね。まあ当然残月塔もないよな。あったらいきなり終盤だね。おそらく最強の刀。真打ち板酔いでも無理なものは無理。あれはイベント武器だからね。敵ばかりだな。ここまで来たか。左上がボスでしたよね。あ、もしかしてあの人。記憶が確かなら、侍がいたはずです。ちょっと怖いけど、セーブなしで行ってみよう。大丈夫。待て。来た。ん？見えるぞ。そのまがまがしい気。いや、魔力か。貴様、シャードリンカーだな。そうだけど、あなたは誰？ならば。切らねばな。残月。かっこいいね。はっ。よっ。はっ。決心の地。はっ。よっ。おめでとう。あ、あれ。やめなさい、残月。邪魔が入ったか。さすがの残月もノーダメで倒せたのね。本気で狙ってはいないものの、ノーダメでもらえるコインをゲットできています。私がそんなに弱く見えるのかしら。アンちゃんをかばった時は弱そうな感じを演じてたのに。本当はラスボス級に強かったのにね。今聞くとしらじらしい。アンちゃんは慕っていたようでしたので、ちゃんと優しく接してはいたのでしょうね。そうだと思うよ。いろいろ裏で動いてはいたけど、人としては悪い人じゃなかったんだと思うよ。そう、だといいですね。じゃあ今回はこの辺で。また次回をお楽しみに。ノクターン。
また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。あんた、人間なのか？化け物に見える。なんか体に変な装飾がついてるから。これは今流行りのファッションよ。これどう使うんだ？これじゃないよね。天使たち。